ルイ・ニコランはフランスの実業家、ニコリンの表記も見られる。清掃業や廃棄物処理業を中心とするニコラングループを経営し、1974年よりモンペリエ HSC の会長を務めた。ドローム県の県とバランスの出身。1977年に家業の廃棄物処理会社を継ぎ、モンペリエを中心にモロッコやベルギーなど海外まで、 事業展開を進めた。1974年、当時ディビジオンオーナーで活動していたモンペリエ・パイヤード、スポール・クルブの会長に就任。モンペリエのジョルジュ・フレッシュ市長のサポートもあり、ニコランのクラブは8年で、ディビジオン・アンに上り詰めた。1989年、クラブはモンペリエ・ロース・ポール・クルブと改名され、この年ニコランは一人株主となった。 彼が会長となって以降、クラブは1987年のディビジオンドと1990年のクープ・ドゥ・フランス、そして2012年のリーグアンで優勝している。ニコランの投資対象は、サッカーだけはない。まずラグビー。ニコラン社として1999年から2009年まで、エースベジエローのメインスポンサー務め、2009年には、モンペリエ HRC の株主となった。 2000年にはパリバスケットラシンを2002年にはパリハンドボールを買収し、これらのチームにはバルロジルベールやジャンクロード・レムールトといった彼の仲間たちを送り込んだ。また、ニコランはウォーター・ジョスト・グループの会長でもあった。2017年6月29日、74歳の誕生日パーティー中に体調を崩し、搬送先の病院で死去した。死因は、 心臓発作と報じられている。歯に衣着せぬ本当な言動で、ニコランはフランスメディアの人気者であった。差別用語や放送禁止用語で相手を罵るのは当たり前で、カルロアンチェロッテを無能、ジロンダンボルドーの会長をバカ呼ばわりしたり、自軍選手と小競り合いを起こしたベノア・ペドレッティを小さなオカマ野郎と呼び、同性愛者差別反対団体からの抗議で、 資格停止処分を受けたこともある。また、彼を生涯サポートし続けた、ジョルジュ・フレッシュも、フランス代表は黒人ばかり、の問題発言で波紋を呼んだ人物である。かつてニコランは、自らと、ラグビーが盛んな、モンペリエの街にあって観客が集まらないクラブを、自虐的にこう表現した、大のサッカーファンであった。膨大な数のサッカーユニフォームを収集しており、 有名選手のそれを含め、そのコレクションは4500枚とも言われた。妻コレットとの間に、オリビエット・ローランという二人の息子を設けた。彼らは会社やクラブで仕事を共にしており、次男ローランは、モンペリ HSC のチェアマンを務めている。ありがとうございます。